皆さんこんにちは、Bレジェンドソメラです。本日はパブロさんからのコラボレーション第2弾、パブロいちごとろけるチーズタルト風味ですね。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。今年のね春にパブロさんとのコラボレーション第1弾が販売されまして、パブロさんのチーズタルトを完全再現したねプロテインを販売させていただきまして、現在もね販売中なんですけれども、非常にね大好評いただいておりまして、パブロさんの第2弾コラボが実現いたしました。非常にね美味しそうですね。パブロさんの方で期間限定でね販売される限定のねいちごのねチーズタルトみたいなんですけれども、そちらのねチーズタルトを再現させていただいたプロテインを販売させていただきます。もうパッケージがね可愛い、うちにはない可愛さがありますよね。デザインも非常におしゃれですし、非常に美味しそうですね。シズル感が漂ってるパッケージになっております。こちらのね開発風景みたいなね動画の方もね以前にねちょっと上げさせていただいてますんで、あの概要欄の方にその動画で、ね、貼っておりますんでね、ぜひ一度ご覧ください。こちらのね1キロパッケージご購入いただきますと、赤い袋に入った、大スプーンが1つ付属してきます。こちらのね大スプーンすり切っていただくことで 30g 計量できる設計になっておりまして、こちら入れていただいて水で溶いてシェイクして飲むことで、あのタンパク質がね 20g 取れるようになっております。ぜひこちらのねスプーンご活用ください。こちらのねスプーンがねたくさん家にあるっていうお客様もねお声をいただいております。まあ、そういったお客様は商品ページの方にスプーンありスプーンなしのね選ぶ部分がありますんで、スプーンいらないよっていう方はスプーンなし選択していただいて、お買い物カゴに入れて購入決済に進んでください。スプーンが欲しい方はねそのままスプーンありの商品買い物カゴに入れていただいて購入決済に進んでください。こちらのね裏面の方に1食につき大スプーンすり切り1杯に水ですね150から300ミリに入れてお飲みくださいっていう形で記載されております。まあ自分はねだいたいいつもこう200ミリで飲むのが好きなので200ミリの水を入れております。それでは早速入れて飲んでいきましょう。パッケージ開封いたします。いらっしゃいませ。すごいパブロさんのチーズのタルトのいい香りがしますね。ほのかにいちごのね香りを感じるんですけど、それよりもチーズタルトの本当に香ばしいようなチーズのいい香りとタルトの香りがね漂う感じですね。お色はいつも通りのホエイパウダーの感じになってます。美味しそう。はい、パウダーにすり切りますね。すり切っていっぱい入れていきます。はい、でシェーカーの方一回反対に回していただきます。でカチッと言ったらしっかりと締めてください。お、色が色が変わりまして、いちごのようなピンクのお色に変化いたしました。しっかり綺麗に溶けましたね。泡立ちもねダマもほとんど見られません。非常に綺麗に溶けてます。お、いちごの匂いとタルトの匂いですね。パイ生地のようなあの美味しそうな香りですよね。ほのかにチーズの感じもね感じることができます。香りはね非常に美味しそうです。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、いちごとろける激うまですねこれは。びっくりしましたね今。これは本当にプロテインなのか。激うまですね。数量限定かーってなりますよねこれ。美味しい。開発の動画上げてるっていう形でお伝えしたんですけど、実際に、まあ、その期間ね、販売してなかったんですけれども、このタルトを開発のためだけに、パブロさんに開発していただいて、だからね、僕たちこのチーズタルトを実際に何回か食べてるんですよね。もう本当にそれにね、かなり近づいてるんじゃないかと思います。
食べたことがない人ちょっとわからないかもしれないんですけど、まあ、こちらのね、パブロさんのイチゴのね、タルトもかなりうまいんで、期間限定とかでね、販売されると思うんで、ぜひね、パブロさんの店舗の方に赴いていただいて、そちらのタルトとうちのね、プロテイン、どれぐらい近づけられてるのかっていうので、ね、一度試してみていただければと思います。ぜひね、店舗の方に足を運んでみてください。一つ注意点といたしまして、パブロさんのね店舗の方ではプロテインの方はねちょっと取り扱っておりません。プロテインはねうちのねサイトからねぜひ買ってください。パブロいちごとろけるチーズタルト風味の味をね星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星3つとさせていただきます。パブロさんのねいちごチーズタルトと同様、甘すぎず本当に程よい甘みにね再現できていたのではないかと思います。酸味に関しまして、星1つとさせていただきます。もういちごが持ってるね本来のね酸味をねうまく活かしてて、チーズタルトとバランスよく調整されてるんではないかと思います。スッキリに関しましては星0となります。クリーミー星5とさせていただきます。チーズタルトのねチーズ感非常にねうまく再現できていたかと思います。パブロさんのねチーズタルトが好きな方はねこう満足いただけるクリーミーさに仕上がっているかと思います。甘みが3、酸味が1、クリーミーが星5となります。商品購入の際検討材料にしてみてください。 A4 成分表示ですね。1食 31g あたりですね、エネルギーが 128.9kcal、 タンパク質が 20.1g、 脂質が 2.8g、 炭水化物が 5.4g、 食塩相当量 0.6g、 ビタミン C 43.9mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。こちらのね、パブロさんの商品に関しまして、一袋からでも送料無料となっております。ただしね、ネット注文限定となっておりまして、電話でのね、受注受け付けておりませんので、ぜひね、ネットからね、ご購入いただけるようにお願いいたします。クレジットカードで、ね、決済いただきましたら、そのままのね、価格でお買い求めいただけるんですけれども、代引きをね、選択されますと、代引き手数料がね、330円別途かかってしまいますんで、ご注意ください。パブロ、いちごとろけるチーズタルト風味に関しましては、5000袋限定、なくなり次第終了となります。再販のね、予定もございませんので、ぜひね、お早めにね、お買い求めください。もしね、第1弾のね、チーズタルト風味のね、試したことがないよっていう方はね、ぜひ、こちらのねいちごチーズタルト風味と一緒に飲み比べしていただければ嬉しいです。商品ページに飛ぶね URL、 こちらね動画の概要欄の方に貼り付けておきますんで、商品情報チェックしてみてください。なくなり次第終了です。お早めにご注文ください。それではね、また次のね動画でお会いいたしましょう。さよなら。